林香織、現代の世論操作を解説していきます。Facebook が選挙結果を左右したということが書かれていましたね。現代社会における世論操作とはどのような手法なのでしょうか。学習を始めていきましょう。いつものようにまとめからお伝えします。意味段落1、現在はマイクロプロパガンダによる世論操作が行われている。意味段落2、社会の変化丸1、見える権力から見えない権力へ。 に人々が権力に監視される社会へ。意味段落三、現代社会の中で変化する権力に対し、我々は監視の手綱を緩めてはならない。内容を読み解く前に、そもそもプロパガンダという言葉を聞いたことがありますかプロパガンダとは、特定の世論へ誘導する意図を持った宣伝行為のことを指します。世論とは、国や集団の中での一般的な考え方を指します。 こちらは第一次世界大戦時の米軍募集のポスターです。このポスターからは戦争に行って敵を倒せという強いメッセージを感じさせます。当時はこのように熱く語りかけることで人々の世論を操作していましたが現代ではどうでしょうか。現代では過激なプロパガンダは少なくとも日本においてはあまりないように思われます。しかし筆者は次のように述べています。今 かつてのような独裁者によるプロパガンダといったイメージとは違う形での世論操作が行われています。それでは違う形での世論操作とは何なのでしょうか筆者は具体例として3つの例を挙げています。それぞれ見ていきましょう。まず第一に共和党のトランプ政権の誕生です。どのようなプロパガンダが行われたのでしょうか使われたのはなんと Facebook でした。 まずは Facebook から集めたビッグデータを分析します。次に、共和党を支持している地域の住民に対して有利な選挙キャンペーンを行い、選挙に行かせるよう仕向けました。その結果、共和党を支持する層の得票数が増え、共和党のトランプ政権が誕生したということです。今までの選挙からは考えられないものですが、それもそのはず。この手法を行ったのは政治家ではなく、 ケンブリッジ・アナリティカというコンサルティング会社でした。続いて、ドイツ極右政党の躍進です。極右とは、極端な右翼という意味です。そもそも、右翼、左翼とは、どのような意味でしょう。右翼とは、国家主義、保守主義的な考え方。左翼とは、社会主義、革新主義的な考え方のことです。 ドイツでも右翼的な思想が支配する時代がありましたが、それはおよそ100年前のこと。ナチスが政権を取り、第二次世界大戦やユダヤ人の大量虐殺を行ってきました。ドイツ国民は当時のことを深く反省し、負の遺産として極右政党についてはタブー史を貫いてきました。それがなぜ、どのようにして国民の支持を得るようになったのでしょうか 今回も普段とは違う戦略が練られています。様々なネット戦略を行うとともに、街頭に女性をターゲットにしたソフトなイメージのポスターを掲示しました。それが功を奏したとされています。これはまさに代表による強いメッセージとは真逆の手法です。そしてまた、世論を操作した存在はハリスメディア社という会社、しかもアメリカの会社でした。 ドイツの政治をアメリカの企業が操作しているというおかしな事態が起きています。最後の例としてイギリスの eu 離脱についてです。こちらは twitter が世論操作に関係しました。ロシアから大量のボットツイートがなされ、タイムラインには eu 離脱を語るツイートが大量に流れました。これはロボットなので、内容も単純なものですが、質より量という言葉の通り対抗意見を。 数で抑圧し、不可視化させてしまう働きがありました。こうやって少しずつ世間を操作していきました。国民投票の結果から2020年、イギリスは EU を離脱しました。先ほどの画面に戻ります。これまでとは違う形の世論操作とは、マイクロプロパガンダのことであり、人々を日常生活の中で少しずつ操作する手法です。 プロパガンダの変化を見ていきましょう。これまでのプロパガンダは集まった人に対して一気に演説をぶつという狭く急激な形をとっていました。また先導するのは党首や内閣などの代表者です。それに対してマイクロプロパガンダではインターネットを用いるため何千万人に対してメッセージを送ることも可能です。人々は先導されているという意識もないまま、 ゆっくりと考え方を変えられていきます。そして先導する人物も海外の企業やロボットであったりと、現代では様々な存在が世論を操作できる状態にあると言えます。筆者はこのことに対して強い危機感を持っています。社会学者である筆者の常々の考え方として、ジャーナリズムの任務は権力の監視であるというものがあります。そして監視すべき権力について、 これまでは首相や大統領、国会など非常に見えやすいものでした。そのため、ジャーナリストたちは権力を監視することができました。しかし、現在はどうでしょうか先ほどの通り、現代社会は様々な存在が世論操作できる状態にあります。そうなると民衆にとって不明な点がいくつも出てきます。情報の出所はどこか誰が世論を操作しているのか どんな相手に情報が渡っているのか、そしてその情報がどのように活用されているのか、不明な点が多すぎて人々は権力を監視することが難しい状況にあります。それどころか逆に私たちの方がますます権力に監視される立場に置かれていると筆者は続けます。SNS やネットショッピングなどさまざまな場面でインターネットを用いますが、それらによってあらゆる情報が 多くの企業に渡っていることになります。街中を歩いていても監視カメラがあるなど、何をしていても私たちのデータは誰かに渡っていると考えてよいでしょう。まとめです。デジタル化とグローバル化の中、権力の在り方は変化していると筆者は述べます。具体的に見ていくと、権力は社会の変化に伴って、不可視化、抽象化、偏在化していると言えます。 権力の監視という点で、我々は非常に不利な立場に置かれています。しかし、筆者は、変わりゆく権力に対して、監視の手綱を緩めてはいけない、と締めくくっています。これまでを振り返りましょう。意味段落1、現在は、マイクロプロパガンダによる世論操作が行われている。意味段落2、社会の変化丸1、見える権力から、見えない権力へ、 社会の変化丸に人々が権力に監視される社会へ。意味段落三。現代社会の中で変化する権力に対し、我々は監視の手綱を緩めてはならない。さて、ここで問いかけです。変わりゆく社会において、私たちはどのように監視をしていくと良いでしょうか。これを考え続けることが権力に操られないための一番の方法かもしれませんね。それでは、林香織。 現代の世論操作の解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。